はいどうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、復刻がね、来てますね。2日連続復刻来てて、なんだこっち来るんかいっていう感じですよねすごい復刻ですよね。過去最高の復刻じゃないかな。 ZZZ が2体、ZZ が2体というね、しかもいいやつだね。この竜太両方いいやつですし、竜太、で、エンマもいて、そしてね、黒竜ね、うすら影の種族効果アップ で、こっちの竜太はね、ニョロロンの種族効果アップということで、こっち、この2体ね、選べるに入れてくれればいいのにっていうね、そういう2体ですね。今回はね、ガシャ回していきたいと思います。一応このアカウントはね、3番目のアカウントで、一応ね、たまたまガシャ運が良くて、リュータ持ってたんでね、はい。これ強いね。限界突破7までいってるね。クローンに宿る衆の魂がリュータと引き合うことで有効。あ、これ合成したんだっけ？はい、そんな感じですね。あとごめんなさい、もしかしたら、ちょっとねスマホの電源のところのコネクタ変えたらなんかねちょっとスピーカーが変になっちゃったみたいで、タップしてる時のポンポンって音がもしかしたら出てるかもしれないです。で、リュージオンエマね、これ気まぐれゲートだったね。はい、これ3番目のアカウントね、これはクリアできたのかな。限界突破4だけど、なんかおかしいね、スキルがゲットできない。これはガシャ回すってやつかな、ひょっとして。で、あとリュータね、このリュータね、あ、猫股のプニットショットアップがあるんだね、もちろんね。という感じで、これもスキル2が解放されて、今回のガシャでもらうのかな。という感じで、なんかね、これで強いのか分かんないけど、小特攻になってるのかな。はい。このね、特攻が今増えてね、猫股特攻だけ増えたって感じかな。これね、ZZZ だけなんだね。ZZ は特攻になってないって感じですね。はい、という感じで、3赤ね、ガシャ回していきましょう。一応この3番目のアカウントも回そうかな。黒竜が出るかもしれないので、回していきましょう。内部はね、Y ポイントやればなと思ってます。一応3赤使った無課金攻略で、これ3番目のアカウントで、一応もうね、10まで終わってます。で、元気のリング7個残ってて、21個でクリアしたかな。7890を3567個でクリアして、21個でクリアして7個残ってるんで、28個ドロップのアカウント、じゃあ28個のアカウント、18個ドロップのアカウントか。んで、元気のリングがさらに落ちてるっていう感じですね。はいめっちゃ落ちてるね。もう猫股50はめちゃめちゃ落ちるからね。ほんと自分のお助けだけで。まだ11個あるんで、これで最後レベルアップして、ラストチャンス頑張ろうかな。はい。なんか回す、このアカウント回さなくていいような気もするけど、まあいっか。ちょっと3赤ね、回したいと思います。これほんといいな。しかも確率もすごいよね。ZZ 以上が 4.8% もあるっていうね。大盤振る舞い。黒竜来てほしいな。さあ、マジか。さあ、来てしまいました。ただ3体持ってるんで、どうなんでしょう。いきますよ。ポン、止まったから黒竜かな。おお、当たり。ということで、この4体が揃った3番目の赤、一番弱いサブ赤なのに。ついてんな。黒竜初ゲット。なるほど。まあ今回はね、これでラストチャンス
まあ、正直このガシャうまくいったらもうこのイベントなんかどうでもいいんじゃないのっていう感じのガシャですね。はい、じゃあちょっと黒竜うまくいきましたね。 この4体揃ってるの素晴らしいね。よいしょ、黒竜ね、今ちょうどホットですよね。こいつがね、悪になる前の姿があれですね、竜神になれなかった闇に落ちる前の物語が今ねちょうどやってるんで一冊技だけでも見たいな。いやすごいね、今回パンドーラもらえたし最高ですね。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントいきましょうかね。今闇落ちの直前までですかね。じゃあメインアカウントいきましょう。あ、2番目のアカウントいこう。はい、3回使った無課金、これ2番目のアカウントで97回で元気ドリンク21個残ってます。このアカウントはね、18個でクリアしたのかな。で7は使わないでクリアして8、9、10をね元気ドリンク5個、6個、7個で18個でねクリアしたようですね。21個あってさらに、1個2個2個か。まあそれでもいいんじゃないでしょうか。もうドロップはね、18個で食ったから41だから21個ドロップですね。もうドロップはね3赤で70超えてるんでもうすぐ80いってんじゃないかな。ちょっとその辺はねコメント欄の一番上にね、ドロップ履歴上げてるのでちょっとそれで確認ください。さあ行きましょう。ちょっと今回はそのままいっちゃいます。あー、もっとアイポイント貯めてきゃよかったな。すげえ復刻きたもんだな。よいしょ。なんかこれ私ね、前回の ZZ ガシャもそうなんだけど5連続確定ウィスパーだな。こんなのあんのかな。さあ行きましょう。このアカウント全然持ってないので止まると思います。ポン。ちょっとおお、リュウタ。そうだ、3番目のアカウントはなんでリュウタを持ってるのか思い出した。ニャンボで当てたんだ。はいはいはい、これ私5連続確定ウィスパーだよ。こんなことあんのかね。というわけでリュウタゲットです。ちょっとできたらたくさん回してえな。ガシャトラブってんのかな。私はねワイポイント稼げないタイプなのであれ、ちょっと一丁いっとく。まあこのウィスパー種族効果アップだからまあいいとして、はい、これはセットリュータをゲットいたしやした。まあどっちかっていうとあの種族効果アップリュータが欲しかったって言ったら失礼かもしれませんがはい、これ水粒子だね。なるほど、すごいね。はい、じゃあちょっとこれさっき見したよね。そうだよ、これスキル、あれごめん、スキルはどうなんだ。ミッションかな、20連引くとか。あーそうだ、20連引くだ。20連引きてえなー。あの元気ドリンク使っちゃえばいいんだね。はい、そんな感じで30連でスキルダブルスキルなんだな。はい、じゃあちょっとメインアカウントいきますこれサバカなんだよね。ちょっとどういうメンバーで
どうなんだろうな、これの方が火力出んのかな。まあいいや。はい、じゃあちょっとメインアカウントいきます。はい、これメインアカウントで101回か。まだね6回ですねこのアカウントだけ取っこない。34個あるんですけど、35個目、36 7 8 9 39か。惜しいね、40個お見せしたかったね。39個が29個ドロップだね。多分80個ドロップ超えてんじゃねえかな。まあ一応ね、さっきも言ったけどコメント欄のトップにね、累計とか載せてあるので、はい、よろしければねご確認ください。そしたら行きましょう。そう、このアカウントは花子さんだったんだよね。他のアカウントは白龍とか出たのにさ。じゃあこれで6連続なるかな。ワイポイントはたまったね、花子さんのおかげだな。さあ、うりゃあ、あーんとかなんかその声出しちゃったけど、まあちょっとでもね出来すぎでしたね。まあ、このアカウントはね、ちょっとラストチャンスに頑張ってもらって、まあ、Y ポイント使っちゃったけど、まあ、花子さんもいるしね、戻せると思います。さあ、金。金から出てもいいよ。うん。お、なんだろう。おお、くくりか。ますますなんか猫また一発で倒せんじゃねえのっていうような、はい、まさかのくくりが来てくれました。ということでね、一応メインアカウントは特攻なしでお助けしてもらう感じかな。うん、サブアカたちにね、一応今こんな感じで集荷してるけど、クリが入ったらね、さらに火力が上がるんでいいんじゃないでしょうか。これか、ちょうどね今回のね復刻キャラ全然持ってなかったから、まあぶっちゃけちょっと期待してたんですけど、もう10連回してな、難しいですね。でもこれで猫股にかなり行きましたね。白金帯くくり姫ね。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さんどうだったですかね。私かなり良かったんですけど、もっと増したいなっていう感じですね。はい、すいません。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。メインアカだけクリアしてないって言っても、封印もまだあるんだよね。だからラストチャンス、また頑張ります。